こんにちは、マックの岩崎です。フレッシュでフェミニンなハングオーバーチークを紹介します。使用するアイテムはミネラライズブラッシュのデインティーです。こちらを片面にだけにとって、目の下から頬の高い位置にブレンドをしていきます。しっかり含ませて、目の下のくぼみのところから頬の高い位置に向かってぼかしていきます。次はチークにグラデーションを作ります。クリームタイプのカジュアルカラーレイジーサンデーをスポンジにとって、このまま目の下から頬の高い位置に向かってポンポンとなじませます。クリームタイプなので簡単に立体感とグラデーションができ、より女性らしい印象に仕上がっていきます。ミネラライズアイシャドウのラブコネクションを目の下と目頭にアイシャドウとチークのつながりを取るためにのせていきます。219のペンシルブラシを使って、まずは目頭にたっぷりのせます。そして目の下に輝きを与えて、チークとアイシャドウのバランスを整えていきます。フレッシュでフェミニンなハングオーバーチークの完成です。